じゃあどうも。はい、ということで、はい、ね、よしこさん、はい、すいませんね、なんか数々の失礼な。いえいえ、勉強になりました、本当に。いや、とんでもない。そういう面ではそういうのがないとやっぱ再生回数も増えないっていうのは。いやいや、再生回数を狙ってるわけじゃないです、うん、よしこさんの人となりを出そうとしてる。ありがとうございます、ね。はい、それで僕は知らないことがあって、僕は大体プロに入って吉岡さんと接するようになって、うん、吉岡ファンの一人として知らない情報が一つあったんです。何？アメリカに行かれたと。あ、教育留学ね、うん、それ何歳の時ですか？18から行ってる。それやんちゃの時ですよ、ね、違う違う、カープっていうのは毎年そうやって教育リーグ行かせたんよ、うん、それやんちゃの時だよね。18はやんちゃじゃないよ、全然。何？まだ高校から入ったばっかしやで、それでやんちゃだったら怖いやん。俺がやんちゃになったのはもうそこ卒業してたんですよ。違う違う違う、レギュラー取ってからやんちゃになったんやから。そこまでは、まあ、そうだな、練習の虫って言われてたね。そう、そこまでは判をしたように真面目な野球少年だったんや。のレギュラーを取って何が変わったんですか？金回りが良くなったという。まあ確かにあるね。それでバン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 もう銭形平次かっていうぐらい使ったんですよ。いや、亡くなったことは確かだけど。でしょ。なんだろう、実力主義やん。もちろん。あ、別に何言っても俺3割打ったらいいんだろうっていう感じになったよな、俺。まあそうですね。で、3割打てちゃうんだもん。そうね。うん。で、スイッチヒッターでも、俺が初めての3割バッターやからね、プロ野球で。知らんかったろ？本当に。そういうとこ調べてくれよ、人のこと文句言うけど。いや、ちょっと待ってください。な？いや、それは僕にとってどうでもいいことです。いやそこはそういうふうに言うのか。いや、すごいすごい、ひどいね。いや、初めて聞いた。本当ですか？日本人のプロ野球選手の中で初めてスイッチヒッターで3割打ったバッターよ、俺が1番で、日本記録も持ってるからね。いや、ちょっと待ってください。ちょっと皆さんに言っときたいのは、はい、いろいろ調べます。で、正しかったら、まあ、そのまま流しますけど、うん、間違いがあったらちゃんと訂正入れますので。間違ってないって。本当に本当間違ってないって。日本人が今までやってきたけど、柴さんも打ってないからね。柴さん打ってないのは有名な話ですよね。そう、それで俺が初めての3割バット。あ、松本さんも打ってないですか？松本さん、松本さん打ったんじゃないかな、俺の後に。あ、後か、うん、あ、なんかすごいテロップ入れたそうやね。いや、そんな間違って入れないのは、やっぱし間違ってたとか。嘘つき吉彦みたいなの入りますか？勘違いとか、うん、そうやね、うん、いや本当ですか？そう、なるほど。でも本当にね、なんだろう、メジャーってより、向こうのアメリカのマイナーリーグの試合がずっとあるよね、はいはい、何年間ぐらいかかったんですか？3年ぐらい行ってきた、これ。2年ちょっと。やっぱアメリカって勉強になりますか？最初ってびっくりするよね、キャンプ地で。まん丸いさ、360度のグラウンドや、うん、そうですね、そこ真ん中切って4面ですよ。4面や、ね、あれだったら練習早く終わるよね、春のキャンプなんて。いやいや、それはもう効率がいいですもんね。いいから。まずそれでびっくりしたね。ほんで、あの時だから、ヤギベラの息子か、あれもいた、ペーニャもいたもん、やってるの。キャッチャーの、うん。一緒にやってるの、ペーニャ。え、それ何人で行ったんですか？カープと阪神で合作とか、そういうんで、人数は15人ぐらい、10人ぐらい少ないの、うん。で、チームに入れてもらおう。うん、何チームぐらいに分かれるんですか？だから6チームぐらい。うん、俺はパイレーツに入ったけどね、でパイレーツでやらせてもらって。お前パイレーツに来いとか言われなかったんですか？あ、チャクタナに言われた。かっこいい。チャクタナ、自分で言うの嫌だけど、ワールドシリーズ監督優勝した人に、ヨシイコを残してけって言われた。一応見る目あるわ。いや、まあ、それあるでしょうね。だからその頃は足が速かったんやろうな。いや、その頃って今でも早いでしょ、夜になると。まあ見えないぐらい早いです。そうでしょ。いやいや、それで向こうで女の子ともあったでしょ、いろいろ。向こうの現地の18やね。ないないないんだ、うん、つまんない。いや、終わっていいですか？いや、19の時あったわ。19の時あったの？何が？先輩方がいるやん、はい、で向こうデサトモールかな。いや、今あったらモールよな。で、モールの中ってずっと今デパートみたいやな、はい、1階だったの。そこでこうでかい通路があって、先輩方がそこで女の子と知り合ったわけ、うん、女の子と知り合って。それは白人の人ですか？白人の女性の。
で女の子たちが何人か集まって、あその女の子の家だろうな、で呼ばれて真ん中でビール瓶回して、回した人間と当たった人間がキスせなかった。何やってんの、アメリカまで行ってビール瓶でくるくる回して、小瓶でしょ、小瓶、小瓶、そんなの覚えてるね。まあそれ以外はないけど、だからホームパーティーに呼ばれたってことですね。そうそういうこと、うん、あとはないよ。あとはない、だって行ったことある、タンパ何にもないですもんね。何もない。あ僕もアリゾナに行ってるんで、うん、タンパ阪神がやるキャンプね、うん、こっちで行ったことはありますよ、試合一緒に、うん、何にもないですもんね。だってそれ40何年前やん、特に何もないやん、ね、でその頃見たのがセブンイレブン。あ、ありました。あったあった、その頃が昭和50年ぐらいからあった、セブンイレブン。僕はあのティーボンステーキの美味しいところがあったっていうのは覚えてますけど、タンパはなかったな、全く。まあステーキレストランなんか行ってみんなで6人ぐらい行って食事とかあったけどね、でも楽しかったな。僕はあのいろいろ教育リーグだとか、今あんまり行かないのかな、うん、でも昔よく行ってたチームもあったじゃないですか、うん、勉強なるもんなんですか。なるよやっぱし。例えばどういうところですか。あの野球やってて外国人と一緒にやるから、そういうなんだろう気持ちの問題とか、だから俺あれからあのおかげで外国人に一歩引くってことないもんね。えそれまで引いてたの。なんとなく、なんとなくあるじゃない。あれあの外国人っていう感じで、え外国人だって日本人ってそういうとこあるじゃん。でもそれはなくなったね。プロ野球が入ってもそれは楽だったね。いやいや、なんで面白いね本当に。一目置いてたの外国人に。いや言葉が通じないからさ、えってなるじゃない。まあまあ、でそれがかわいいっすねそれが吉子さん殺すに外人も集めたらよかったねえ何も言えないよみたいで、ただ野球やってもやっぱ18だからもうピッチャーから変わった時だから、それでいろんなやっぱチームの外国人で野球やるのは勉強になったのは、うまい下手は別として。なるほど、ね、でその時にトニー・ペーニアとかみんないたかな、あと誰か結構いたよね。それからメジャー行ったっていう人間が、だってやっててさ、ファーストの子がさ背高いんよ、でパッて投げたらパッと落とすんよファーストで、あの子はバスケット選手なんでっていうの。アメリカってそう、そんなあるじゃない。いや僕もあの引退して、うん、そういうアカデミーだとか、うん、いろんなところを見て歩いたんですよ、うんうん、めちゃくちゃ身体能力が高いやつとかいますよね。いるだろ。もうこいつ化け物かって。でも野球じゃないっていうね、もともとは違うやつをやってたとか。それで監督に聞くんですよ、うん、あの子はなんでメジャーいけないんだって、うん、あの子は頭悪いんだよって、まだ野球じゃないんだよって最後が覚えられないとかね、ああ取って投げるだけなんだよって、そういう子たくさんいたよね。いやいます、うん、全くこう技術がない時にそういう中に入って一緒に野球やったってもすごい勉強になったな。なるほど。日本よりはもう確実にハングリー精神が強いですもんね。あるね、うん、もう食らいついてで上に行ってやろうというね。でもそれを勉強になった。なるほどね、うん、まあ、それがこうカープに入ってで行って経験してまた持ち帰って、そうあの猛練習につながるという。そうだね。まあ一番良かったのはこう自分1年目クビになると思ったからね、うん、あれが良かった。それそこが悪くて違うの下手だからあ下手だから。でも吉彦さんって1日の時間割りするとしたら、うん、一番練習した時でどういう時間割りだったんですか。寮だったら朝起きました、10時頃から2時間か2時間半バッティングして、あの室内ですよ。室内で汚いね。言うなよ汚い。いや汚い、いやあそこで確かに狭いけど、狭いしマシンは近いし。俺特に好きやったから、ね、俺半分で打ってたからね、あれマシン。いや本当に、うん、打席に立った時に、うん、こんな打てるわけねえだろうって言ったら、うん、これを平気で吉彦さん打ってんですよってそうそう言われて、ちょっと回してみてって言ったら打てなかったし。もうそういう練習だから、あそこって逆にああだから俺良かったよ、狭いしですよね、人ですよ。うん、それが2時間から2時間半バッティングして、ということは球数に言ったら500ぐらい打ってたっていうこと。打つね、岩箱2箱から3箱ですね。そうですよね、うん、500、うん、打つね。 で球場行って試合の練習するでしょ。その時に相手チームに変わるやん、はい、その時間帯をまた T してる。中入ってうんずっと、ずっと休まないんです。休まない。飯食わない。飯はうどんちょっと食べて、あとずっと T してる。
ピンポイントでうどんって言いましたね。カープうどんうまいですもんね。うまいね。ほんとうまいから。そこかい。いや、そこうまい。うまいやろ。うまい。うどん食べて。うん。で、ずっとノック始まるまでティーして裏で。どのくらい打つかな ?1 時間以上打ってるよね。まあ1時間って言ったら、まあ300近くは行きますね。打てるね。で、試合始まって、試合終わって帰ってきて、寮行ってスイング500ぐらいするかな。それはスイングなんですか？打たないんですか？打てないんで。近所迷惑、ね、あの9時で終わりなんで。カン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 言うとね。そうそう。あそこ時間が決まってるんで。やっぱスイングしてたんですか？するよ。帰って。うん。500ぐらいするかな。それがずっとルーティン。じゃあ1日1000ぐらい打って、500ぐらいはスイングしてたということですか？うん、そう、もっとしたかもしれんね、俺。時間があったらスイングしたから。とね、ほんと練習したって聞きますよ。だからスイッチいったら誰でもなれるんだもん。それだけ練習すればね。うん、本当に。もう。でも倍かかるでしょ、スイッチいったら。倍かかるね。右もすんなきゃいけないからね。だからまあ、例えば、吉子さんが右左で2000。うん。でも左だったら1000だけでいいじゃないですか。うん。ねえ。で倍かかる。でも体どうもならんかったっすか。言っていい、はあ、めっちゃ強い。強いよね。マジで。この強さっていうのは何ともなかったもんね。ですよね、うん、だからそれも才能の一つですよね。だろうね。で1試合出たら2キロぐらいやってたからね俺、うん、でそれ食べるやん。でここまでご飯入ったお前、うん、どんぶり飯でこう食べてここまで、まあ、そこまでは食べれないからいいから。いいの。ここまでは相撲取りじゃないの。いや、ほんとそうよ。動けなくて。いや、よしこさんはスタミナもあったから、ね、やっぱ相当食べてんだろうなと思ったよ。あったね、ほんとに。で、レギュラーになったらどうなったんですか。一緒よ。え、レギュラー取ってもずっと、そばっかり。フォームは一緒。フォームは、うん。で、スイングした後、レギュラーになった時はちょっと予想へ出かける。どこへ、どこ行ってたの。町の方へこう、行くのかな。本当によ。それがなかったら2000本打ってたでしょ。そうじゃない。俺の性格やもんな。まあ確かにね。そうだ。まあ性格が邪魔した人生だったということですね。ほんまね、あのね、よく悔いはないって言うじゃないか。悔いだらけはない。人生。同じく。